第11期ジョリオカエリーグ司会実況の広瀬達也です。解説は滝沢和則が務めます。滝沢プロよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まもなく対局開始となります。第11期ジョリオカエリーグプレーオフ A 卓2回戦投杯の開始です。第11期ジョリオカエリーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟の A ルールで行われます。2回戦はチーチャから魚谷、ナンチャ、二階堂脇、シャーチャ、南、ペーチャ、清水の並び、ドラは数層です。さあ滝沢プロ、はい、1回戦はまあ見事な魚谷の大トップということで、はい、もうこれはほぼ決勝進出がもう当確と言ってもいいんじゃないかなと、そうですね、決まれていいんじゃないかなという感じがしますけどね、はい、内容もバッチリでしたよね、1回戦で。どうですか、やはりオーラスのスーピン切りがかなり印象深かったり。そうですね、ああいう牌をさ、頭がこうサボってない証拠で、途中でね、はい、そんな解説した直後だったんで、まさにこれっていうのが出ましたけど、本当にね、集中力切らさないですよね。はい、ね、最後の最後まで攻めることを忘れずに大きなトップをものにしました。となると追う立場の秋、清水、それから南はちょっとかなり厳しいポイントに追い込まれましたが、はい、決勝進出に向けてはやはり松岡のポイントを目標にということになってくるんでしょうか。そうですね、はい、現状で清水が70ポイントほど、そして二階堂秋が80ポイントほどの差が、松岡とあります。そうですね、清水さんも全然ありますよね。なるほど、ここから50浮いとくだけでも、はい、全然可能性あるんで、こうなると魚谷の差がどうこうよりもまずは自身の素点を伸ばしていこうという戦いになっていきそうです。うん、まあ、だからこれ例えばですけど、はい、中田さんが始まって、まあ、今首位がスタートだったわけですけど、B 卓首位ですよね、はい、で誰の決勝残そうかなって決めれちゃうのも変ですよね。あーはーはーはー、なるほどなるほど。だから、まあ、そんなことは多分性格的にも、うん、そのジャンフ的にもしないと思うんですけど、それもなんか変なんで、うん、システムごとも変えると。なるほど、いやもう今日はその一点張りですね。ベストですよね、はい、変ですもんね、いろいろ。ひょっとしたら第12期のジョリオーカは何かシステムが変わる可能性もあるかもしれないと。まあ、今年から今期から入れ替え戦ができたりとか、C リーグの優勝者からも A リーグに、ね、はい、上がれるっていうシステム変更とかありましたんで、いい提案ができれば多分変わるでしょう。まあ、このなんて言うんでしょうか、テレビ対局というものが多くなるにつれて、いろいろこういい部分だとか、またそれによる、歪みだとかもおそらく出てきてますから、はい、随時変えていくことも、まあ、麻雀業界の発展の一助になるのかなと。そうですね、すぐ変えた方がいいですよね。なるほど、おかしいと思ったら。昔からあるやつで変なのいっぱいありますからね、はい、なるほど、悪しき習慣を変えるべきだということですね、はい、さあ清水の手がすごいことになってますね。面本のイーシャンテン、三暗光なども見えるか。さあそして秋がドラ短期、イーペーコードラドラテンパイです。南も広くなる、差し子の三、あ、数層だ。秋の上がり、面本イーシャンテンの清水から打ち出されます。イーペーコードラドラ5200の上がり。この2回戦は秋が先制です。サトンの2局です。親番は変わって秋、ドラは2ピンです。さあこちらがそのハイパイ、9ピンからの切り出し。南は自敗が多い手牌です。清水はドラの2ピンが統一、そしてチュンも統一です。魚谷は白が統一。ここで一メンツ完成です。秋も一面つ完成。
清水はどうですか、ドラ統一ですがチュン仕掛けていくとかはあるんでしょうか。これで本一も見えてきましたが、まだちょっと形は苦しいといったところか。仕掛ける方ですよね。ただ今回はただ4統一で仕掛けないかもしれないですけど、もうできればもう一手方向性を示す牌が引ければっていうのが清水さんの中考えでしょうね。こちらは南です。ピンズだ、Cピン9万2手をかける。これで方針はっきりしたんで、はい、仕掛けるかもしれないですね。南はまだピンズには押せずにソーズは手の中に残しています。さあこれでシゴロの三色なども見えてきたか。魚谷さあ白が重なる。さあ選択になります。6球層の両面ターツ払っていく。ここでピンズに向かう。もちもちになっちゃったんですよ ね、 そうですね。箱はここで数層切ります。そしてあピンズだ、これでいいシャンテン。数ピンかな、ここは数ピン打っていく。ドラが出てもいいよしと。打点的にはドラが出てく形になっても十分と。そうですね、はい、1通代わりに1通ですからね。ただ全体の捨て牌的にちょっと自牌期待できないなというのは考えてるかもしれないですね。あきりアンピンだ、ここは切らずにチーソー切り。チーソーが全部見えてるんですね。どう受ける。とりあえずつも切りですかね。ソーズ打っちゃう。今リアンシャンテン戻しはちょっとね遅いですよね。これテンパイした時はドラのリアンピンは切ろうということですか。そうですね、はい、はい、うわテンパイだ、闇テン。これもでもテンパイですみたいな。確かに、はい、しかも自敗が結構危ないですっていうような。ここで連本一通役ドラ1つも積もったら40008000ですね。なるほど。白はすでにもちもち、そしてチュンが南の手に1枚あるだけですね。チュンが1枚残っている。ちょっと出ることは期待できないですが、アキさんがねやっぱ親番キープしたいからそういう意味では出るかもしれないんですけど、はい、今日じゃなきゃ出ないんですけどね。このシステム上出るかなっていう可能性はありますよね、はい、相当遠くを目指してるわけですから、はい、親番大事なんですよね。さあ清水のツモは残りあと1回、秋テンパイできるか。秋のツモはあと1回です。トーンは自身で切っている。まあ、名本ですからね相手は。やめですよね。チーソー打ち出します。最後テンパイしたらただ切るかもしれませんが可能性ありますね、はい、あダメだ。いやー嘘、秋テンパイできません。分かってるけど切るっていうね。サトンの2局は清水の1人テンパイでの流局、見事大物でテンパイでしたが上がりには至りません。サトンの3局、南の親番です。
今の清水の手配はリーチをする意味っていうのはあまりないですか？いや、そんなことないですね。リーチ、メンホン、はい、ドライチ、一通訳ですからね、はい、あの出上がり倍満にするリーチは当然あると思うんですけど、まあ、絶対リーチかっていうとそれは分かんないですね。うん、まあ、内容的にはもうほぼテンパってるだろうという評価を受けちゃいますけどね、テンパイ、メンホンのテンパイで何待ちかはないけど自敗が濃厚でっていう評価はおそらく受けちゃうんで、はい、それを打ってくる人はもうそれなりの手で打ってくるんでリーチだろうが何だろうが打つかもしれないですけど、うん、そうですね。ただその振り替えあるんですよね。よくチーピン引いたらイーピン打てるとか、はい、まあ、3ピン引いたら9ピン打てるとかね、はい、そういう正確な打牌は選択できるんで、まあ、必ずしもリーチが正解とは思わないですね。そのハネマンとバイマンってもう4000手しか違わないですから、はい、さあ親の南はすでにイーシャンテン、ウータにはシャート初が統一です。秋はちゃんた系の手配か、6チッパーと7、8機の3色が両方見える。ここはトーンを切って目いっぱいです。ここはちゃんたを意識したか。そうですね、ちゃんた3色ドライチまで見たいですよね。うん、もうちょっとした手を上がっても仕方ないんで、はい、まあ、場合によってはマンズを一気通過にスライドさせるとドラも使えて、そうですね、手も今チーソー3枚切れになりましたよね、そう言ってる間に。なるほど、そのビジョンもあるんじゃないですかね。さあ清水イシャンテン、ウォータにはさらにマンズを引き入れる。秋関連マンを引いた純ちゃんのイーシャンテンです。ここは急走切りましたね。まあ、地層が3枚切れなんでね、うん、もう嘘を引いて下に伸びたら伸びたで、マンズだ、チーマン、つも切り、テンパイですが取らずか、パーピンが3枚切れてますね。チーピン切りもいいですね。なるほど、あ、ここはスーソーつも切ります。うお、谷はつも切りが続いている。秋は目の前で切られた3枚目のカーピン、カンパーピンはしませんでしたね。そうですね、これはちょっと泣いてしまうと打点的に魅力がないっていうことですか。そうですね、おそらく、まあ、待ちもね、うん、2枚使いのいい相待ち、はい、場に1枚で上がりを目指した泣きっぽくはないんですよね。うん、清水もテンパイできません。南もつもぎりが続く。イーマン切るでしょみたいな。あ、ここは目いっぱいにはせず両走切りと数万か、数万かイーマン切った方がいいですね。うん、連チャンしたいわけですから、はい、
これ乱層切り。うわあ、転廃できず。そしてこれが入って全員の点、全員の点での流局。魚谷にとっては局が進んで展開はいいか。トンの4局です。親は清水です。これ今1357位の対局をやってない4名としては、はい、この魚谷が勝っている状況の方がいいということになるんですか。もちろんそうですね。なるほど。で、まあ、もっと突き放してほしいですよね。周りを沈めて、はい、例えば今松岡さんと斉藤さん、竹石さんもそうですね、はい、あたりだともうとにかく周りの人が沈んでくれれば沈んでくれるほどいいんで、うん、つまり魚谷さんが勝ってくれれば勝ってくれるほどありがたいということですね。はい、ということは今日対局をしてない4名はこの1回戦の魚谷の大きなトップはまあ、いわゆる嬉しいという状況なわけですね。はい、まあ、すごい沈んでくれるかどっちかだったんですけど、沈んだってことは誰かが勝つってことなんで、まあ、そうですね、はい、本当はぐちゃぐちゃってなってくれる方がありがたいと思います、ね、さあこちら魚谷、秋はドラの嘘が1枚6万を切っていく。こういう時も崩れないですよね、魚谷さん、本当に。まだ、多分 しっかり考えてますからね、はい、あ、当たり前なんですけども、いわゆるその大きなトップに油断することなく、はい、そうそう、油断しないんで、ペーチャの南はペーが統一です。ここはイーマン切り。ここはかなり自敗を温存して魚谷は受け気味に打っているような印象です。あのプロ団体日本一決定戦ってありましたね、はい、あれでも魚谷さんが一応名前は挙がってましたよ、候補として。あ、候補に、選手の8名の中の1人として。あ、なるほど。もうその中にいても十分に戦えるだろうと。そう、まあ、組み合わせみたいなのもあるんですけど、他の団体の方とこう当たった時に、はい、まあ、魚谷さんの方がいい部分もあるかなっていうとかね、そういう噛み合わせみたいなことですかね。そうですね、そういう話もありましたけどね。そういう話を裏話をちょっと入れていかないと対局がだれるという今日本日のなんかこうクライマックスに近づいて、クライマックスというかその決勝進出が決まる寸前まで来てますから、なんかこう盛り上がるのかなと思ったら意外にやっぱりこうそのポイント差や、そう、差ができちゃうと、うん、もうつまんないもん見ててどうですかねいやだからその中でさっきの魚谷さんの数ピンとかすごい光るんですけど、はいはい、あれはすごいですよ。うん、あの無難に急走打って、うん、あのね、急走と三走のくっつきですかね、っていうのが、はい、スピンか、はい、普通、超普通はそれだと思うんですけどね、手が止まってるなと思ったらやっぱすごい切りますよね。うん、よく手が止まりますよねっていう話なんですけど、急走切りで文句ないじゃないかと、はい、滝沢プロであれば急走切ってと、はい、無難にそうしがちなんですよね人は、はい、やっぱちょっと普通じゃないですよねつまり強い人は普通じゃないっていうことですかね、うん、すごい本当腹に力込めて打ってないと、ああいう牌打てないですから。褒めてるわけですよね。褒めてますよ、あの、ベタ褒めですよねこれはもう。あ、頭の使い方がね本当麻雀プロ向きなんで。麻雀プロ向きというのはどういったことになるんですか。一瞬そのあれって例えば急走切っても、はい、数ピン切ってもそのそんなにそのトータルポイントって変わんないんですよ、トータル的な収支としては、はい、大差ないと思うんですけど、例えば数ピン切って失敗する時もあるんで、はい、あるんだけどこの一瞬の勝負って考えたら、そういう時にちゃんと力を発揮できるっていうのはすごいことですよね、はい、ダーッと流して1000回勝負したら、
あんま変わんないと思うんですよ、うん、ぶっちゃけね、うん、一回一回のその、はい、この勝負どころっていうところをしっかり決めてくるというね、うん、凄さがありますよね。そうですね。さあ秋がイースーチーソーの先制リーチです。魚谷の仕掛けはちょっとこう圧をかけてるような意味合いも強いですか。いやとりあえずないとこってことじゃないですか。あの何にせよ圧がかかるかどうかは分からないですけど、はい、それは意図してたかどうかは分からないですけどね、さあ清水が仕掛けて天敗です。サブローソーが短くなってきます。ここに磯が来る。これが背底ですね。清水と秋の2人転敗で流局となります。ここは清水最後仕掛けて転敗、親番の連チャンに成功します。今度4局は3本場です。ドラは6万。清水の手配はかなりまとまってるか。マンズで一面完成している。秋はトンガ統一、南は二面完成ドラは6万です。 EP に手をかける。こちら親の清水。谷は三層引き入れて箱を打っていく。秋さんの手がいつチートイツにこう移行するかっていうのがポイントだですよね。あのカーンウーマンはすごいネックだし、上に伸びるかもしれないですけど、はい、チートイツの方が早いかもしれない。うん、あここでヤンマンがアンコになります。例えばここでまだトン打つのが谷を追いに行く、はい、打ち筋ですよね。まだチートイツは捨ててないってことですね。うん、やはりもうある程度の打点を狙いつつということにはなってるわけですよね。もちろんそうですね、はいはい、南もこれは 7,8,9 の3色を狙って9ピンは手の中に残しています。清水がこれで天敗ですね。サブロッソすぐに出ます。あ、びっくりしたって感じですよね大谷さん大谷さんからするとピンフ1500は2400の上がり更に連チャンです。ウーマンです。清水さんはもう割と現実的になってきてますからね。なるほど。の今の丁寧に闇転して連チャンしてっていうのを、ただただ点数が欲しければリーチしてもおかしくない場面でしたが、そうですね、うん、もういわゆるトータルポイントを徐々に意識して闇転のところに手に構えようと、はい、そうですね。さあドラがウーマンです。こちら南ウーピンが4枚。
いやしかし今期の、はい、女流王家は枠さんの最下位っていうのは本当に予想できないですよね。いやできなかったですね、まあ、誰ができなかったと思いますね。ね、はい、誰が最下位にふさわしいってわけじゃないんだけど、はい、枠さんだけはないでしょっていう、むしろ上で戦う予想がはるかに多かったですね。そうですよね、これはびっくりしましたね。うん、あのいわゆる鳳凰戦の方では調子は良さそうなんですけどね。そうですね、ポイントもキープしてますしね。はい、まあ、一種の波乱と言ってもよかったかもしれないですね。うん、ちょっとまあなんか合わないとこもあるんでしょうね。うん、あのちょっときついメンバーで打ちすぎてて、ぶっちゃけこっちの方がきつくないじゃないですか、はい、女流家の方がきつくないから、その間合いというかそういうのがおかしくなっちゃってるとこもあったと思うんですけど。まあ、それも実力ではあるんでね、はい、あのあるんですけどね。ルミ二階堂ルミあたりも序盤はかなり厳しい戦い続いて、そうですね、高級したんじゃないかなと思ってたんですが、はい、まあ、最後で頑張ってという感じでしたが、100ポイントぐらい3節終わってマイナスしてましたもんね。はい、でもやっぱり勝ってる時の姿を見るとやっぱちょっと違うなっていう感じはしますよね。これ天敗取らずか、梁平行の意地を。なるほど、ペンチーマン天敗取りません二階堂秋、ここは打点を見ながらパーマン切り。さあ南ドラの馬にチーマンがくっつきます。何でしょう、ウーピンを外しましたね。ピンフを狙いたいっていうことですか。ウッパーソーよりサブローピンの方がいいと思ったけど保留したいっていうことですか。分かんないです、とりあえず関しちゃった方がいいような気がしますけど、はい、関しちゃうかウッパーソー嫌うかですね、どっちか。6万が手に来てこれは残す。さあ初頑固になったチートイツイーシャンテンでしたが、チピンローピンですか、テンパイしやすいのは。うん、ローピンに手をかけましたね。ドラメンツも完成しています。スーピンを引いてのテンパイ闇テン、スーピンつもぎりと、さあ魚谷も一歩前進。今押しかけた清水が天敗です。ウッパーピン、いやウッパーピンないんですよね。そうですね、ウーピンがないんですよね。パーピンもないですね。パーピンもない。あーなるほど、順から意外とレアウーピンがもうないないんですけど、はい、2枚しかないんですけど、リアムピンが強いというふうに。スーピン、南さんが関してるとだいぶ展開違いますよね。違ったっぽいですよね。おそらく清水の受けがシャンポンになって、そうですね、しかもチーピン1枚切れだったんで、ローピンチーピンじゃなくてチーピンローピンって切り順に、あ、チーピンチーピンって切り順になってローピンとシャンポンになってますよね、きっと。うーん、あーリャンピンだ、うん、ここは秋の上がりピンフイーペーコー2000は3200の上がりです。これで清水の親が終わります。難入です。何の一曲、親は魚谷、魚谷はここまで2万5100点持ちの第4位ということになっています。ドラはチーマン、A から打ち出していく。秋はマンズで一メンツ、
南は白が統一です。第一相撲で総図でメンツが完成。ちゃんた系の手配でしょうか。水は統一が3組。どうですか、魚谷は普段通りといった印象ですか、麻雀自体は。そうですね、1回戦目終わって、はい、もう自分が目標と ならなくなったので、この銅鐸内で、ならなくなったわけじゃないですけど、ならない可能性が高くなったんで、はい、もう普通の麻雀にちょっとシフトをチェンジしたっていう感じはしますね。ただ、はい、やっぱり1位で通過すればもう間違いなく決勝進出が決まるので、そこだけはもう意識してるかなというところですかね。なんでもう40ポイントまではこのあと3回戦でマイナスしていいかなっていう感じで、はい、先ほどは松岡の下に行かないように20ポイント下に行かないようにっていう話でしたが、今度は首位を意識してですね、はい、今首位に立ってますから、はい、永田さんより下に行かなければもう 100% なんで、そういう、まあ、100% ではないんですけどね、 99.9 何パーセントとかだと思うんですけど、はい、まあ、ここはそこまで無理はしないけど、うん、まあ、かなり普通に打ってるんじゃないかなと思います、うん、さあこちらがその魚谷です。南の手はちゃんたのイーシャンテン、さらに手広くなる。テンパイ、カンリャンソー、リーチでたった今1枚切られましたが、ここはリーチに行く。トラも1枚ありますね。積もって3,000-6,000か。はい、望月さんがカンリャンソー積もりましたね、そういえばこの間ね。リーグ戦ですか。そうなんですよ、まだ1回戦しか見てないんですよね。すごい際でね、はい、アリアンソーだ。8,000リーチ、ちゃんと白ドラ1、8,000の上がり。いや、これは清水にとっては痛い補充となります。いや、これは3万点から大きく離れます。清水残りの3回で70ポイントのプラスを目標としたい清水ですが、8000点の補充。そうですね、これ松岡さんと斉藤さんの間に入るっていうだけでもいいんですけどね。なるほど、第一目標としては、はい、だから、まあ、とはいえだな、とはいえ松岡さんには迫っておきたいのは事実ですよね。20ポイント差ぐらいにはしたいですね。20か30だから、今日のトータルはプラス50か60にしたいっていうのが清水の今の目標かなって、最低でも、はい、2,30 ポイントのマイナスだったら普通にあり得ることですからね。そうですね、はい、最近清水さんの決定戦見てないですけどね。なるほど、決勝戦、はい、まあ、それでも A リーグには長いこと在籍されてますが、うん、力はね、間違いないですからね。さあ、親番変わって二階堂、秋ドラはシャーです。こちら南国志狙いか、清水は難が重なる。魚谷も統一が多い手配です。チューンが重なって統一が増えてきました。大谷はパーマンに手をかけるか、いや、ここはローソーだ。統一手はまだ外さないといったことか。うん、そうですね。さあ、キドラのシャーで目いっぱいですが、ここはリャンソーに手をかける。まとまってきました。
ここは国士無双と。おお、そっかそっか。じゃあ何のポン点が取りづらくなりましたね。あ、清水さん、清水ですね、はい、はい、ここでシャアか、それともシャアを決め、いっぱいなんかいろんなのとこうダブりますね、対局いっぱい見てると。今のシャアはカンスケを思い出しましたね。今は本当に多いですからね。昨日ね、カンスケシャア切れと思ったらシャア切んなかったですみたいな。ああ、なるほど。昨日結構やられてましたよね。そうなんですよ。さあ、チーソー引いた魚谷、ジュンちゃん、イーシャンテン、秋選択、ジャンとコデするか、する手もありますよ。ここはローピンを切ってイーシャンテンそのままです。滝沢プロはそういったプロの対局は全て見るようにしてるんですか？いや、全て見るようにしてないですけど、なるべく見るようにはしてますけどね。うん、秋ウッパーマンテンパ闇天にしましたね。これはリーチ行く手はありますか？当然ありますよね、はい、これはどういった狙いがあるんでしょうか？まあ、もちろんウッパーピンの、イーペコの手代わりはあると思うんですが、どうだろう、今ちょっとですかね、ウーマンが2枚とパーマンが1枚切れている。ちょっとむしろリーチかけやすい状況ではある。ウオタに追いついたカンパーソー、これは大物手。 あ、これで変わった。これは狙い通り、すごいですね。よく待ちましたね、これ。そうですね、即リーチ打ちたいですよね。打っておかしくないですよね、この手配。ただこのウオタのカンパーソーも残ってますね。あれ、これカンパーソ3枚残ってます。あ、すごい。それはウッパーもかなりいいですよね。いいです ねウッパーバーに3枚、どっちだ、4、5、ウッパーはもう3枚ですね。あ、ウッパーは引いたウボタニさんを見たいですね。どうするか。どうしますか、親ですよ、秋。どうだろうな。さあ、清水天杯、リャンマンと何のシャンポン待ち。ウッパーはというか、まあ、ムスジを引いたですかね。ムスジを引いた。今のところ切った無筋はイーマン。うわー、バーソーツモだ。ウォーター2のツモ上がり、ツモ、ジュンちゃん、イペコ、2000、4000の上がりです。秋の大物手をウォーター2が上がり切ります。国士無双を警戒してたっていうこともだとしても、もうマイナスはどうでもいいんで、あのリーチかける方が普通だと思うんですよね。はい、すごい、ま、待つ方もすごいですよ、これは。うん、いや、ここは二階堂秋の闇天も見事なら、魚谷のカンパーソーツも上がりも見事。二階戦は何の三局を迎えます。親は南、このハンチャン33,500点持ちの2着目につけています。ドラは両ピンです。さあ、こちら魚谷手は止まっている。秋はチュンが統一です。清水も二面つ完成。魚谷ドラのリャンピンが統一になる。さらにローソを引き入れるイーシャンテン、またしても魚谷の上がりになるか。いや、さらに後継変化、ここで形を決めます。スッチーマン、イースーチーソー、ダラのリャンピンが統一の魚谷。秋はウーピンがんこになります。本一を狙うか、まずはトンから、うん、トップで終えたいですね、秋さん。そうですね、せめてトップは確保したい。
親の南はまだ形が苦しい。今安全牌残す選択なんですけど、はい、アンテンパと急走パワーで、ええ、親の現物の急走ではなくて、はい、まあ、清水の現物もしくは秋さんの方に安全そうな方を残しましたよね、はい、でも速度もよく見えてるじゃないですかね。なるほど。実際こっちが、まあ、今いいシャンテンになりましたけど、はい、南さんの方まだまだですからね。小型であれ子供でもより危険が迫ってる方の現物を残したっていうことですか。あれはピンツモギリ、あ、ダメだ、隙がない。ダメだって言いました、ね、さあ起点牌 E ピンが3枚見えている、スーピンが1枚見え、魚体にテンパってるよなっていう感じですか。それともこれは手代わりを待とうとして考えてるんですか。闇、秋はここは闇点2回目、ちょっと打点的に物足りないといったところなんでしょうか。いや、さらに単品変化、間違い良くないとかね、いろいろありそうですけど、いや、これは1万打ってしまうと厳しくなる。まあ、打点ですね、多分。打点、しいの両ピン引いてシャンポンでリーチしたりとか、はい、危ないと思ってると思います。大谷さん全部あってそうなんで、いや、これチーマンか、イーマンから、いや、次ちょっとチーマン危ないかもしれない。まあ、でももうテンパ入ってると思えば、はい、結構打ちづらいですよね。スチーマンもサブローさんも打ちづらいですけど、これはイースを手出しで割と打ちやすいかという、みたい。リチったついにといった感じですね。いや、これチーマンこうなると危ないか。いや、うん、もうこれはチーマン打たない方がいいですよね。9万の方がいいのかな、うん、そうですね、テンパイランウソ、馬は秋には通りやそうですが、ここはリアンスフリテン、チーマン積もったのは魚谷だ。はい、単品積もドラドラ2004戦の積も上がり、ちょっと強すぎる。いや、難入した時はラス目だったんですが、魚谷オーラスを迎えて4万3000点のトップ目、そして全員が減点割れですね。そうですね、そしてげんなりしてますね、多分。げんなりしてますよね、はい、ただ宅外の4人は魚谷に頑張れた、あ、本当に嬉しいと思いますよ。さあ、ましたしても魚谷の手配はかなりまとまっている。ドラはパーソーです。秋としては減点復帰だけはしておきたい、上がれば減点復帰。親の清水の手は苦しい、魚谷はすでにピンフのいいシャンテン両面2つ残り、この曲も自分で決めてしまうのか、秋は初が重なります。すっごい早いですもんね、はい、これまあもう清水さんは全部いく曲、あ、はい、なるほど、はっきりしますよね。ということは魚谷の持っているこの手はもうなんていうか理想的なイーシャンテンですか。そうですね、今ね、老僧で降りるのも自由みたいな、リーチを打たずに済む手配なんですかね、本当に。ああ、完璧、車のテンパイリアムピン、最後、はい、そうですね、ポイントが全然自身の目標とするポイントに届かなかった場合、一着順でも上を目指すっていうふうに打つべきだと思うんですよね、はい、そうしないと
宅外の人にも有利不利があったりだとか、宅内の人にも有利不利があったりだとか、うん、ただ実際そのランキングに評価はあるわけなんで、まあ、その評価自体がそんなに重いものじゃないっていうのも問題なんですけど、うん、まあ、あるんで、まあ、そう打つとは思うんですけどね、はい、このあと魚谷さん以外が何やったらいいかわからない状態の対局にはならないと思うんで、うん、さあ清水スーマンを引き入れますが、ちょっとまだ形は残っている、形は苦しい。ここはローピンを打っていく。秋の手も伸びてきません。スーソーチートイツイーシャンテン、ここはそう受けます。スーピン切り、魚谷のリャウンピンはなかなか顔を出さない。イーソーがあんこになる。ここはスーマを切っていく。もう後で9ピン打てるようにですかね。うーん、後の安全度と、はい、でそして今テンパってる気配がないってことですよね。はい、今なら打ち出せるっていうことですね、はい、焼きが欲しい。初は清水のところに来る。いや珍しく清水が止まる、うん、この矢は落とせない。ここは初をつもぎりましたね。その初に声をかけるのは秋。これでイーシャンテン上がりが欲しい場面です。6万、秋には通っていますが、ここは何に手をかける。イーソーが貫通になりますが、これはつもぎり。リャウンピンはまだ山には残っているんですが、ちょっと顔を出しませんね。ウーピンが1枚だけでしょうか。リャン、あ、ウーピン積もりましたね。ウオタニの積も上がり8枚目、ね、そうですね、はい、スモピンフ400、700のツモ上がりで2回戦も制します。2回戦はトップから魚谷、2回同脇、南、清水の並びで終了します。続いて3回戦です。